どうもです、ひらめです。ハマチだよハマチですけれどもはい。まあこの間ねハロウィンの耳かきしましたけど、いやーよかったねハロウィン耳かき。いやそうですね、おかげさまでなんというかぐっちゃぐちゃになっちゃったんでハマチのおかげでね。そうですね、なんでまあ今回はちゃんとね癒されてもらえるように、うん、うん、耳かきしようかなと思って、はい、はい、やってまいりまして、なので今回は前回使わなかったまず梵天から使おうと思うんで、白くて丸い、そう、ね、ちゃんと2つあるんでね、これは浜地さんに、ありがとう、はい、そっちの方がでかいんじゃないか梵天が変えます、じゃあちょっと本当に変える、はい、同じですけどね、はい、じゃあわかります、この耳の周り、うん、最初ちょっとボフボフって、うん、あ、擬音ですからね。先言っときますけど、大丈夫。変に壺ちゃった。ちょっとびっくりだな。癒すこんね、ちゃんと今度は癒されてほしいんで。はい。先にハマチのボケを潰していくスタイルだね。反省したんだよね。何回も見て対策立てたんで。はい。なんでボフボフってその耳の周りとか、まだ耳の穴のとこに入れないで。周りをきれいにする感じで、はいはいはい、はい、じゃあちょっとやってみてもらっていいですか。はい、じゃあまずは耳の周りから、はい、ポンポンポン、え、重いこもってる感じある、ポンなんでなんでなんでポンあ、いいですポン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 なんだっけこれそれインテル、インテル、うん、インテル入ってるそしてポンテンも耳に入ってる、はい、僕もやりますね、はい、ちょっとお手本見せて、お手本、あ、いいですよ、なんかこういう風に、まあ、ポンポンもいいですけど、うん、こうさわさわっと擬音ですよ開示しか出てこないカイジ知らない人も多いんじゃないですか、ね、そうか、カイジ、さ、カイジっていうね、本当にもう聖典って書いて、聖なる、はい、辞典の典って書いて、聖典と書いてカイジと、はい、基本的にギャンブル好きな人大体見てるんじゃないかなっていうような、なんかね、ギャンブル自体はそんなね、好きじゃないですけど、そう、ハマチもあんまりギャンブルは好きじゃないんだけど、カイジ面白いよね、ね、そう、まあ、何の話なのって感じだと思うんですけど、いやでもさすがこう喋りながらもって言えばよく、ちゃんとやってる感じがね、いやでも結構もうなんて言うんですか、あれですよ、真剣にもうこういう風に耳の縁のちょっとこう手前ぐらいをこうザザザザと、あ、いいじゃない、ああ、いいじゃない、癒されてほしいのはハマチさんじゃなくてこの子だってね、でも結果ハマチも癒されてたらそうかそうウィンウィンですね、あ、まあそうですねウィンウィン真剣に寝てる僕だけルーズな感じなんですけどそれだとなんで僕がルーズになんなきゃいけないのか、本当だよ、ちょっとわかんない、僕にも勝たせてくれ、いや、そうだよ、そう、ちゃんとやろう、ちゃんとやろう、はいはい、よいしょ、あ、集中してますからね、ちょっと前のもうハロウィンの反省がすごすぎて一回一回気になっちゃう、ね、何ですか、ハマチがさ常にボケ続けてると思ったら大間違いよ、はい、基本ハマチどっちかっていうとツッコミ寄りだと自分では思ってるんで、あ、本当ですか、そうそうそう、悔い改めた方がいいですよ、そ全勝します、はい、はい、じゃあハマチさんもこれじゃ今ので分かったと思うんで一緒にポンテンを、うん、はいはいはい、はい、ポンポンもいいですけど、じゃあ僕ポンポンするんで、じゃあハマチはポン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 ザワザワさせてほしいです、はい、ザリザリとこう、はい、ザリザリじゃん、ザリザリはそれが気になっちゃうんだよな、ザリっとしねえだろってちょっとよ、死んだつらいくんよ、はい、ポンやろ、はい、ポン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 、いや、ちょっとだからポンポンじゃなくて、あ、なんだっけ、こうちょっとこうザザザザっとザザザ、はい、あんま力入れすぎないで、はいはいはい、こう、あ、そうそうそう、あ、いいですね、ここはポンポンと、
自分の心もあったかくするのいいですけど、しっかりあったかくさせてあげてくださいね。なるほどね。はい。いやー難しいね、やっぱりそういう、なんだろう、自分が幸せになることが一番世界の中、またボンテノで止まってるんですいません、じゃあとりあえず口じゃなくて出会いがします。そうですね、動いちゃうみたいついインテルハマっちゃったんですかね。入ってる笑ってまうやん。ダメやないか。ダメやないか。ダメやないか。いやせって言うたやん。すみません。前にな。兄貴。これ録音押す前にもいやせ言うたな。さ、まあ、させんで。させ兄貴。これからはもうヒーラーとして。ヒーラーハマっちゃった。ヒーラーひらめと。そうそう。ヒーラーひらめいいですね。ヒーラーひらめ。あとちょっと梵天ね。梵天ね。じゃあ裏側の耳かきで。あ、耳かきでね。そうそうそう。これ便利ですよね、耳かきと梵天。いや、くっついてる。これ発明した人すごいよね。いや、じゃあじゃあ耳かきは前回の感じで。はい、はい、お、なかなか筋がいい若者ですな。自分が自分がハマッチがね、若者かどうかはまあまあ、まあ、さておいて幼だいぶ幼いですね。そうそうそう、稚魚か。稚魚ですわ、いいんですよ、あのおしゃべり止めてしっかり集中していただいても。はい、息はしていいんですからね。先に言ってくれないと。ごめんなさい。あまじ素直な稚魚だから。一定のリズムでいい感じで息をしながら、適度なリズムで耳かきをしてあげて癒してください。わかった。はい。ですか、寒くなってきましたけど、あの体調というか。話しかけないで。集中してるんだから。そうです。呼吸のリズムが狂うでしょう。すみません。一人ごとです。まあでもやっぱ寒くなってくると結構手先がね、あのちょっとね、呼吸がね一定のリズム刻もうと思ったら、ごめんなさいごめんなさい、そういうあの何ですか、あのラマーズ的なやつじゃなくて、ラマーズ法じゃない、はい、そうか、でも癒しには一番いいってラマーズ法は、あの心地のいい、分かった、じゃあもう済んだ息は。耳かきをしろ。ひまめくんがすげえこと言ってきたよ。耳かきをしてください。これ録音されてってことをちゃんと考えた方がいいよ。うん、これ出るとこ出たら訴えられるからね。最悪カットするんで大丈夫。ハマチカツ。あっ、くそ、言わなきゃよかった。はい、じゃあ耳かきを。はい。で、癒されてもらえるように、もう、ハマチさんはね、あれなんです。ハートフルが足りないんですよ。もう、今、もう、浜地さん基本心優しいじゃないですか、まあね、目の前に、あの寒さと疲れで震えてるね、女性がいるんですよ、はいはいはい、それをあなたが耳かき一つで癒せることができる、その気持ちをしっかり胸に刻んだ上で耳かきをしていただきたいんですよ。なるほどなるほど、はい、そしたら、はぁみたいなやつないでしょ。確かにない ね, ね、いやすっごい例えが上手なひらめくん、あなたのお家はどこですか。どうしてそれ出てきました。わかんない、名前を聞いてもわからないし。そうそう、とりあえずね、耳かきをしてください、全書します。全書なんだ、社会人みたいな逃げ方されたけど、はい、じゃあお願いします。恐縮です。社会人とか降ってくるからよ。ごめんなさい、やろう。だからその凍えてる女性の心まで、そう、癒せるような、温められるような耳かきを、そう、やればいいってことだね。はい、お願いします。はい。震えてるじゃないか。大丈夫。じゃあ、耳かきで、温めて、あげる。あげる。あげるね。突っ込みませんよ。ちょっとね、今ね、じゃあ耳かきで温めて、
人ともツッコミ入ると思って今ツッコミの声が綺麗に録音されるように上げるをちょっと止めてたのにくそあすみません、はいじゃあ、はい、やりましょう。まあでもさ確かに日々さやっぱ大変なこととかいっぱいあるじゃん。そうですね。って思うとね、もしこれでちょっとでもねなんか楽しんでもらえたりとか、うん、心温まる感じになってもらえたりとかしていただけるんであればね、それはすごいことだと思うから本当にそれはね嬉しいですよね。集中コンセントレーションだからそっか、あの英語って分からない。そうですね。確かにね、お魚に布団をかけないからね、うん、タオルぐらいがちょうどいいです、ね、魚類としてはやっぱりそう、ね、そういつもタオルかけてるからちょっと分かんなくて、布団とかをかけて何言おうと思ったかも分かんなくなっちゃったそういうそういうところ出してこうひらめなんかさ、もうちょっとハマチの前でいつも抜けてるひらめくんをさみんなに届けてこうよ。大体ね皆さん大体こんな感じなんですよ。大体何か抜けてる、大体何か抜けてるんですよ。でもそんな何回も言わなくていいと思うんですけど、うん、まあまあまあ、まあ、多分ね放送とかだとわりかし抜けてはいるんで、うん、本当抜けっぱなしじゃん、うん、すごいじゃん集中させて集中させて、まあ、じゃあやって。だ何が言いたかったかっていうと、うん、しっかり寝落ちとかするときはしっかり布団をかけてあったかい格好でお願いしますってことだったんです。なるほどね。あります、そういうその布団かけずに寝ちゃってみたいな。ハマチはこう朝起きると、うん、なんだろう、布団剥がしてたりとかするよね。ああ、あるある。その寒くはなってきたけどちょっと中途半端な時とかあるじゃない。わ、うん、かります、わかります。着込んで寝ちゃった時とかはやっぱ朝起きると布団剥がしてるし。確かに確かに。逆に全く着込まずに寝た時はもう本当にこれハマチじゃなくてハマチこれ何えカメっていうかね、布団と毛布にぐるんぐるんに巻かれてなんかなんつうのあれ昔でいうエジプトのファラオみたいになってる両手がこう塞がってさ何交代ぐるぐるやつみたいな。そこまでそうそうそうなった時ある。あでも分かります、分かりますだから朝からねこうファラオごっことして、うん、これはもう抜けてるとかそういう次元じゃないですね、うん、頭の線が抜けてるそうですね、もう何が言いたいか分かんなくなっちゃったんですけど、だから寒さには気をつけてほしいってことですね。そうだね、あと、はい、適度な着込み大事大事、うん、汗かきすぎるのもよくないし、確かに。あ外とかでもその汗かいて、うん、なんだかんだやっぱ暖房とかあるから汗かいちゃうんですよね、うん、そう。いやだってさ、うん、厚着をして寒いから出るじゃない。はいはいはい、はい、そうするとさ電車の中とかすごく暑い。そう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 。すごい汗ばむじゃない？じんわり汗かいてくるんですよね。うん、ハマチはもう基本リムジン移動だから、まあ、電車わかんないけど、その友達曰くね、はいはいはい、うん、電車は暑いって。そうそうそう。基本リムジンだからハマチは。リジムリジムリジムね。大丈夫？うん。言葉は抜けてないけど、やっぱ頭の線は抜けちゃってるね。ハマチさんも耳かきしてください。一緒にやりましょう。やるやろ。はい。しちゃうよ。僕までもちょっと気
ですよ、僕あの恋、うん、歌ったことあるんですよ。あ、そうなの。あの恋を子守歌代わりにして、うん、このあの これでこんな感じで恋を歌うっていう、ちょっと聞、文字も聞きたいな、ね、動画投稿したことあって、それ振り、いや 今やってって言った方がいい。え、間違います、振りじゃないです、本当にその動画が今は全く歌える自信ない。むしろ浜地さん今どうですか。これで寝れる？じゃ あれですよ。テンポは、うん、あのタララ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 ラぐらい。あ、いい。なんか眠れそうでしょ。あ、いいじゃん。でしょ？うん、っていう。でもそれハマチあんまり覚えてないし、ちゃんと覚えてないとさ、はい、歌うのも失礼だし。じゃあなんかちゃんと覚えてる歌だったら今いいですよ。だって僕耳かきやってるんで。癒してあげてください。はい。子守歌ですよ。歌詞が出てこなくなっちゃった。母の眠りをタンパンパラハンタリー向かせるムーニチャリー。耳かき、今完全にあの手がギターを持つ手になってますけど。おかほらアンコロ町だ。わあ、ありそう。そのこらアンコロ町はもう食べたじゃろう。うまっちょおかもういいです。あのめちゃめちゃうまくて正直聞いてたいんですけど。耳かき。これさ、聞いてくださる方、日本昔話知ってる人って何ぐらいなんだろう。今ってやってないんですかね。やってないんじゃない。はあ、町あ、僕は耳かきするから、ね、あ、そうか。あ、いいですよ、喋ってて、うん、まあ、僕は心を込めて耳かきしますけどね。じゃあ浜ちゃんも心を込めて日本昔話じゃあそらんじるよ。心さえこもってればいいんでしょ。またの機会、心さえこもってればいいんでしょ。はい、じゃあちゃんと、はい、思わず実り出しちゃいましたけど。で最後もうそろそろじゃ仕上げでね、きっちりちゃんとしたね。はい、耳かきですか。そうなんだ、よかった、うん、そうだね、これ定期的にやらせてもらえればもっともっとレベル上がってると思う。まあまあでもね、なかなかその集まれるね、あの時間自体はそんなないですけど、またできたらやりたいです ね。お忙しいから、うん、ひらめさんが、あ、僕がひらめさんがお忙しくて、お忙しくて、お忙しくて、はぁ、本当に癒されてほしいですけどね。癒されてほしいですね。は？癒されてますか？どうですか？癒されてますか？はーい。あ、癒されてますか？はーい。その現実逃避で一人二役用意してもらっていいですか？まあ、ちょっと違って言うと芸達者よりだからさ、はい、ついついやりたくなっちゃう。なるほど、芸達者よりってな。うん、決して芸達者ではない。そうそう、そういうところで予防線引いてる。僕は会話に予防線引いてるの。不器用だから。これも予防線です。違う。あの不器用だから、あの耳かきを愚直に真面目にやるだけなんですよね、やっぱね。あ、でも最後にじゃあ、あ、梵天で最後仕上げで、今こう耳かきで。カキカキしてカキあの何何ちょっとちょっと恥ずかしくなっちゃった。うん、あの梵天を、うん、まあだから仕上げに、うん、あのちょっと穴、梵天をこう耳の穴こう入れて入れてでこうさささっとさささささあ、あ、そういいじゃないですか。さささささっといいですよ。
いや、お疲れ様でした。やってやったって。いや、もうきっとね、癒されてもらえたと思うんで。よかった、はい、ひらめお前はちゃめちゃかっこいいさ。出た出た出た。それキラーフレーズとしてやっていきたいんですか今後。なんかね、ちょっと気に入っちゃった、はい、気に入っちゃった。はちゃめちゃかっこいいってすごいよね。すごい、まあ、よくわかんない、自分で言ったことなんで、うん、あれですけど、まあ、こんな感じで、はい、11月、うん、読み書きやらせてもらいましたけれども、うん、どうでしたかね。癒されてもらえたら嬉しいですけどね。そうですね、はい、うん、な感じで、風邪とかね、ひかないように気をつけてくださいね。気をつけてね。はい、というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。ではでは、またお待ちだけれども。ひらめでした。再前では。ちょっと中国意識してみた。